はい、皆さんこんにちは。モーターサイクルプロフェッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。皆さんご覧いただいているのはですね、このバイク教室のチャンネルのご紹介する動画になります。まずはですね、私の自己紹介的な内容になってくるんですけども、元モーターサイクルメーカーエンジニアということで、定年退職しましたんでね、実際私がいろんなね、開発研究してきたことをですね、その技術の真実を皆さんにご紹介できたらなと思います。どんなことをねやってきたかというと、いろんなねエンジンや車体とかですね、いろんなことをですねさせてもらいました。バイク以外も開発させていただいております。そして、ライダースクラブさんにもお世話になっておりますんで、皆さんもしご興味あればぜひ書店にてお求めご購入いただけたらな、幸いです。ということで、私がその現役時代ですね、いろんなものを開発させていただけた、その結果、いろんなことを具現化してきた結果ですね、皆さんからはですね、プロフェッサーアイザックという愛称で呼んでいただけるようになり、今定年した今はですね、モーターサイクルプロフェッサーと、呼んでいただけるということで、それをそのまま頂戴させていただいて、この動画を作成させていただきました。実際ですね、私がいろんなね開発をしてる中でですね、えっていうことが本当たくさんありました。あれ、今までみんなこうやって言ってたけど違うじゃんと、僕も正直言ってバイク免許取った時はこうだよねと思い込んでいたことがですね、実際やってみると全く違うと。そんなことやってたら本当のね開発できないなということが分かりました。そういうことを皆さんにですね、ご教授、共有させていただくことでですね、つまりバイクの真実を知っていただいて、そうすることでバイクをですね、もっと安全に楽しく、乗ることで、皆さんのね、バイク人生をエンジョイしていただけたらと、私もエンジョイしたいなと思いますんで、そういう願いからこのチャンネルを作りました。チャンネルの構成としてはですね、入門編とか初級編、中級編、さらにはですね、上級編、そして超上級編と、この辺になってくるとですね、もう本当にバイクを開発した人でないと、もうちょっとね、理解するのちょっと大変になってくるかなと思いますけど、そういう内容も、動画で配信させていただいておりますので、ぜひお楽しみいただけたら。他にはですね、特別編とか番外編とかですね、そういうエンジニアでない方にもですね、できるだけ楽しんでいただけるように、作っておりますんで、ぜひですね、皆さんお楽しみいただけたらなと思います。その前にですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。